速稼塾の久保です。まあここ何日か性犯罪についてね、動画の方をどんどんリリースしてきたんですけども、今日で一旦区切りにさせていただきます。で、今日皆さんと共有する記事はちょっと総集編にふさわしいのかなと思いますけども、性犯罪がね、最も起きやすいのっていうのはなんとね、学校と家庭だというデータがあるんですよ。学校と家庭ですよね。というのは、普段信頼関係を持っていて、普段ね、本当に頼りにしてる方がそうならなくなる時っていうのがあるんですよね。現代ね、今回の感染症騒動で家庭内での性行為が増えたんじゃないかということで、家族間でのそういうことがあるのかなってことを想起させるんですけども、まあお互いの家に行ったりね、どっかでそういうことになったりとかっていうのもありますけども、それまではやっぱりね、学校が多かったというレポートなんですよ。で、今回は学校がね、多いよっていうことをまとめた記事になっています。ちょっと画面切り替えますね。教え子にわいせつ半数、公立小中高の懲戒職員1030人、口止めの例もというふうにね、これタイトルだけでちょっと内容想像がつきますよね。ですんでね、公立の小中学校そして高校の中で、教員による、もしくは学校関係者による生徒に対する性犯罪がものすごく多くて、もう1000件を超えるということなんですよね。で、しかも中にはね、口止めをしている例もあるということなんですよ。これ学校ぐるみでなかったことにする、まあいじめの件もね、以前動画で紹介しましたけども、学校ぐるみでいじめなんてなかったと、これは遊びだったんだというね、そういうふうな弁論があったりとか、気づかなかったっていうね、校長がいたりとかするわけなんですけども、今回のね、性犯罪に関しましても、これは遊びだったんだとかね、気づかなかったんだということで、通り過ぎようとしてるのか、そして意図的にですね、口止めをしてなかったことにしようとする形跡まであると、これが問題になってるわけなんですよね。じゃあ記事に戻ります。被害940人超え、昨年度まで5年間、2019年度までの5年間にわいせつセクハラ行為で懲戒処分を受けた公立小中高などの教員が1030人に上り、このうち約半数の496人が自ら勤務する学校の児童生徒卒業生を含むを対象としていたことが読売新聞の調査で分かった。一人の教員が複数の教え子にわいせつ行為を繰り返す例もあり、学級担任など自校教員から被害を受けた子どもは少なくとも945人に上ることも判明したということなんですよ。いいですかね、小学校中学校高校に娘さんを会話してるね、お父さんお母さんね、これが現実なんですよ。で、学校の先生は確かにね、尊重するべきものであり、一定の敬意を置くべきものですけども、まあさすがにね、こういう事件がここまで膨らんでくると、敬意を抱くどころかね、警戒しなければならなくなりますよね。で、先生とか、教員の方ですね、非常に頑張ってらっしゃる方もいるんですけども、信頼の向こうにこういう犯罪があるんですよ。最初から信頼できない人がいたら、女性とも近づかないですからね。ですんで、その辺も信頼しながらね、警戒するってことを、家庭で防衛策をやっぱりね、含まして学校に送り出さないといけないのかなと思うと、非常にね、寒い時代だなというふうにね、もうわっけんしれみたいな言葉が出てしまうんですけども、ちょっと記事の方をもう一回読んでみましょうか。教員の指導的な立場を悪用したわいせつ事案が学校現場で広がっている現状に、専門家からは学校での権力構造を拝見しており深刻だと調査強化を求める声が上がっている。まさにね、学校って既得権益のもう権限なわけですよ。そこにはいろんなね、系列や派閥があって、子どもたちがね、もう声を上げられないと、私物化されている状況なんですよ。もちろんね、抵抗するような子どもはいいですよ。抵抗するような子どもたちはそういう被害に遭いませんから。でも抵抗できない、そういったね、生徒さんに対して繰り返し繰り返しこのような事例が起きるわけなんですよ。どうですかね、通ってる学校に通いたくないと、でそれもね、相談もできない、こういうことですからね、非常に深刻で、本当にこう吐き気が出るようなね、事件だと思うんですよ。これね、学校に勤務されてる先生方、教員の方でね、こういうことをどういうふうに受け止めてるんですよね。学校現場で、自分のいる学校現場で起きてないというふうなことなんでしょうか。でもここまで事例はあるわけですよね。で、仮に自分の目の前で起きてなくても、どこかにこういう事件があって、それはいついかなる時自分たちの世界に起きるかわからないっていうね、そういうふうなことをね、想像しながら対策を打っていく、まさにそういう性教育も学校に必要なんではないかなと思いますよね。
性教育の中に先生に警戒しろと、これだけの生徒が先生によって被害を受けてるんだっていうふうに教える、そんな先生いますかね。この読売新聞の記事を持ってホームルームの時間などで生徒さんたちにね、注意を喚起する先生っているんですかね。はい、もうね、なんともね、胸の悪くなるような事件ですけども、あとは動画の概要欄から皆さんそれぞれ記事を読んでいただくとして、私の方からね、いつも通りこの憤りとともに小中学生高校生の、女性全般ですよね、ありていに言えばメッセージを送りたいんですけども、信頼している人がそれを起こすってこと、これをね、短い言葉ですけども覚えておいていただきたいと思います。信頼している人がそれを起こすってことなんですよ、ね、信頼してない人にはもともと近づかないから事件が起きようがないんですよ、起きてますけどね、だから信頼している人が本当に信頼に足る方なんだろうか、いや信頼していてもここは別の話だっていうふうに考えることができるだろうか、っていうことなんですよね。まあでもね、女の子たちにね、逃げろっていうのも単純なようでね、簡単ではないんですよね。だからよりね、男性の方が自分に節度を持って、凛々しく生きていかなくてはならないのかなと思いながらの今回のまとめでございました。それではね、いろんな性犯罪の記事とか紹介してきましたけども、最後にね、Facebook でいつもこういった記事を開けてくださっている田村さん、田村さん見てくれてますか。田村さんは YouTube あんまりね見てないと思いますけども、 Facebook の方ですごく意識を持って山口県岩国市からね、こういった性犯罪についての記事を上げてくださいます。やっぱりね、田村さんもそうですし私もそうですけども、男側の立場からしてね、可愛らしい女の子とか女性が魅力的に映る瞬間ってのは本当にこれあるんですよ。でもそれはね、魅力的に映って可愛らしいとか美しいと思うのと、あとはね、性欲をかきたてるのとはまた別です、これは。だから女性は純粋に私は美しいと思うんですよ。あらゆる方がね、美しいところを持っているし、美しく年を取っていってると思うんですよ。で、幼い子供たちにはね、まだ可能性の十分ある、そういった清らかさとかがあるなと思ってるんですけども、それはね、大切にしたいと思う気持ちも方が多いんですけども、台無しにしたいっていう気持ちはないですね。でもそういった気持ちの方もいるのか、それとも自分のしている行為が大変なことをしてしまう、自分が、めでるべきね、ちょっと表現難しいんですけども、めでるべき対象の女の子がね、そういった悲惨な目に遭う、それを自分がやってしまうことに愕然とする罪の意識っていうのをね、感じれるような、そんな精神状態がね、なかなかないのかもしれませんけどね。これね、言葉を使うのもすごく表現難しいんですけども、一言で言えばね、こういう事件、悲しい思いをする女性が減ってほしいなと思います。なくなってほしいと思います。ただでさえね、女性っていうのはすごく貴重になってきてます。またね、無機質なこと言うようですけども、今年からですよね、確か50歳を境にして女性が50歳以上と50歳、なんだっけ、忘れちゃったな、なんかその若い女性がとりあえず減ったってことなんですね、かなり高い確率で。ちょっとすいません、これなんていうことなのか忘れちゃいましてね、最後締めようと思ったのにかっこ悪いことになっちゃいましたけども、かっこ悪くてもいいですね。男性はね、もうちょっと凛々しく女性に接していただきたいかなというところもありますし、女性は男性を限りなく警戒する、これじゃないですかね。で、信頼の向こうにそれが起きているというね、この短いフレーズをちょっとこう覚えておいていただきたいかなと思いますね。本当にこんなことをね、言わないといけないのは、ことに寒い時代だなというところですね。昔からこういうことあったんでしょうけどね。こう持ち出した私としては非常にね、深刻に捉えていますというところでございます。いってらっしゃい。